皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。高校受験対策、中学英語基礎ミニテスト。今回は空所にはスタディがそのまま、あるいは形を変えたもの、これが入ります。また2語以上になるとき、これもあります。空所にスタディを正しい形にして入れましょう。こういう問題です。1番は Can must で空欄で English、2番が Can 空欄で English last night、 3番が Can 空欄で must every day、 4番が Can is 空欄 must now、 5番が Can went to Canada 空欄で English、 こうなっていますね。もちろんこの中に、ね、ヒント隠れていますよね。どんな形にしたらいいかというヒント、これはまず1番だとMust ですね。2番は Last night、 これがヒントです。3番は Every day、 これがヒント。4番は Can の後ろの Is と一番後ろに Now がある、これがヒントになっています。5番は前の部分 Can went to Canada、 カナダに行ったよと。そして English とあるね、英語の勉強をするためにと、こういう意味になるように入るんですね。皆さんはどうぞここで一度動画を止めて答えを考えてみてください。そして答えが分かったらもう一度動画を再生して正解を確認しましょう。答えはこうなります。1番 Can must study English、 Can muststudy English、 そのまま入ります。なぜかっていうと must って助動詞ですね。助動詞の後ろは動詞は原形、形が変わらないまま入るというルールでした。 must の他に助動詞というと may、 can、 will、 こんなものがありましたよね。この後ろも動詞は原形、形が変わらないもの、これが入るので覚えておきましょう。2番、 Can studied English last night、 Can studied English last night、 ヒントとなるのは last night でしたよね。昨日の夜、過去のことなので動詞は過去形の studied になるわけですね。 studied の作り方、 Y を I にして ED ね、この形ですね。 Can studied English last night、 こうなりました。3番です。Can studies math every day、 Can studies math every day、 Every day、 毎日と普段のことを言ってますよね。普段のことを言うのは現在形という形でした。そして主語が Can という三人称単数なので、動詞は三単元の S、 これがついた形になります。 study の場合は Y を I にして ES のStudies、 これが三単元の S がついている形ですね。4番 Ken is studying math now、 Ken is studying math now、 Is と Now なので、これ現在進行形の文章って想像ができます。現在進行形は be 動詞、その後ろに動詞 ing の形でしたから Ken is studyingね、ing がついた形、 ing は study の後ろにそのまま ing をつけて studying になりますね。 Can is studying math now。 5番 Can went to Canada to study English、 Can went to Canada to study English、 Can はカナダに行きました、ね、英語の勉強をするために、何々をするためにという表現って不定詞to プラス動詞の原型、この形で表すことができました。ですからここは不定詞の to study が入るわけです。今回は、ね、study を正しい形に変えると、こういう練習をしました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。